巷の話題のグルメをご紹介します、えりすグルメのお時間です。よろしくお願いしま す。お願いします。毎日暑い日が続いてきます。食欲がなんだかなくなっちゃう、はい、でも麺類ならいただけそうとか、あ、そうですね、なおさらそれが冷たいと嬉しい、なんてあるかもしれません。チュルチュルっといけちゃいますね、はい、今回のテーマこちらです。冷静と情熱の間のパスタ。おお、なんかどっかで聞いたことのある映画のね。そうですよ、はい、竹野内豊さんが大好きなんですけれども、はいはいはい、主演でしたね。そうなんです、はい、今回はですね、熱いシェフが作る冷たいパスタの話題です、うん、どういうこと。食べるとあなたもケリーちゃんになるかもしれませんでは行きましょう。熱い夏に食べたい冷たいパスタをエリスグルメ。西茶屋街すぐそば、古い町並みが残る白菊町にやってきています。この町に熱い情熱的なシェフがいるレストランがあるということでお邪魔してみましょう。こちらですね。古い町並みを歩いて現れるのが、一見パスタを出しているようには見えない町並みに溶け込む古民家住宅、うん、しかし中は一転、そこはまさにイタリアの雰囲気漂う店内です。そして奥には日本庭園もあるんです。ギャップを感じるお店、気になりますよね、うん、こんにちは。ボンジョルノ、こんにちは。あ、お久しぶりです皆さん。あ、そうなんですね。皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。出迎えてくれたのは東京出身神奈川育ちというオーナーシェフの上田さんです。なるほど。そんな上田さんが2020年金沢にお店をオープン。コロナ禍の中、味には妥協しない情熱のイタリアンを提供してきました。当店のこだわりは何といってもやっぱりイタリア人から教わった生パスタっていうものを、はい、そこに情熱を注いで作っています。自分のところで作ったイタリア製のマシン、マキナを使った生パスタになります。じゃあ毎日生パスタを作って出している。そうですね、すごい情熱、はい、うん、はい、しかもなんか聞くところによると厨房では もうシェフお一人で。そうですね、今はちょっとあのコロナ禍もあってまだ立て直し中なので一人でやってる時もあります。それで、はい、その生パスタですけども、どんなこだわりは。そうですね、やっぱりデュラム小麦を 100% 使用して、その日の気温とか湿度とかで水の量を変えたりとかして、もちもちの食感をお客様に提供しています。すごいですね。情熱のシェフにはさらなるこだわりも。イタリアのスローフード、教えてもらったことを実現するっていうことに、情熱を注いでいます。食材にもこだわってるわけなんですね。そうですね、パオロさんではそんな情熱たっぷりな平日限定のランチがあるんですよね。1300円で、サラダとパスタ、あとお飲み物がついて、当店の生パスタをちょっとでも安価で召し上がっていただけたらと思って始めました、はい。サラダ、パスタ、飲み物もついて1300円で。そうですね、プラス500円でドルチェもつけて。ドルチェもついて、はい、しかも大盛りもできちゃった。大盛りもできます、はい、すごい。うわ、で生パスタだと。そうです、なかなかないですね。ちょっと楽しみになってきちゃいました、はい、じゃあそんな情熱たっぷりなシェフが今回おすすめするパスタは何でしょうか。暑くなってきましたし、冷製パスタ、ありがとうございます、はい、もう冷製と情熱の間のパスタ、ではお願いします。はい、うちの生パスタの特徴は、ソースがよく絡んだ、もちもちの食感っていうのを、楽しんでいただける、そこがうちの麺の、生麺のこだわりになります。こだわりの自家製生パスタに合わせるのはプチトマトやオリーブの実などを使ったソース、うん、そして上田さんは自家製生パスタの最高の状態を探りながら、最後の仕上げに冷やしながらオリーブオイルで味を整えていきます、うんうんうん、うわ、美味しそう。いや、最高ですよ、これは。いいですね。さあ、こちらお皿に盛り付けたら、冷製と情熱の間のパスタの完成です。ご用意いただきました。これが1300円の、はい、パスタと同じサイズのサラダ、はい、すごいボリュームですね。そうですね、
メインの冷製パスタ、もう麺を見ただけで、あ、生だなってこう分かる麺じゃないですか、はい、で具材がトマトとかいっぱい乗ってますけども、あのすごい気になるのがこのプッタネスカって何ですか。そうですね、本来はあったかい、トマトソース、トマトが入ったようなそういうものなんですけど、まあオリーブが入って、アンチョビ使って、トマトも入るんで冷製にしても合うんじゃないかなと思って、今回はプッタネスカを冷製で提供してみました。ちょっと早速いただきましょうか。どんな味わいなんでしょうか。いただきます。うわーすごい音、食べ応えがありそうな麺、いただきます。もっちもち、もっちもちで、それであの麺にこのフレッシュなオリーブも絡まるとすんごく美味しい。すっごいひんやりですね。そうですね、オリーブがすんごくいい香りがしますね。そうですね、通常やっぱり、日本で多く見るのが種なしでっていうものが多いんですけど、イタリア産の種ありのものを使って種を取って、こだわりの冷製と情熱の間のパスタ、上田さんが話してくれていますが、私ずっと手が止まらないんです美味しそう、はい、最後はパンでソースをすくって食べるスカルペッタリもいただけちゃいます。そして情熱の言葉お願いします。関東出身っていう風に言ってもらいましたが、今はもう自分では雪かきも頑張ってますし、生粋の北陸男子だと思っているので、ここの白菊町っていうところを盛り上げていく、一つの歯車になれたらなっていう気持ちで、北陸を盛り上げる一員としてこれからも頑張っていけたらなとは思ってます。はい、熱い熱いぞ上田さんぜひ皆さんお誘い合わせの上、こちらパホロまでお越しください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。グラツミで。さあ今回はあの、ま、商品名が冷製と情熱の間パスタ一つくださいとかじゃないんです。これはあのこれ私たち番組が、ね、作ったあの名前なんですけども、はいはい、暑い時期に食べたくなる冷製パスタでした。いやあの食材であってそういったところも本場のイタリア産のものを、ね、数多く使われてすごくこだわりのポイントがたくさんあるんだなと思いましたし、店内とかお庭であったりも素敵ですよね。ギャップがすごかったです ねすごくおしゃれで素敵なお店だなと思いました、うん、あのこちらのこだわりはやっぱり上田さんがお一人でやってらっしゃるからこそできる、まあ、材料のクオリティが高いとか、はい、生パスタであるとかあります、ね、あとあの、はい、あどうぞ。この自家製の生パスタですよね。そうやっぱりあのもちもち感っていうのがたまらないのかなと思いました。であの今回冷製パスタは普通のこう太麺だったんですが、その日によってパスタの麺の種類って変わるんだそうです、であのこちらの本場イタリアの老舗メーカーで作る機械、これで作るパスタが絶妙で、この間私プライベートで言ったらこのひだひだのリボンみたいなパスタ、このひだひだにソース絡まるとめちゃめちゃこう美味しかったですね。いやたまらなかったですね、はい、いやもちもちの太麺のパスタもう冷製ももちろん美味しいと思うんですけど、他のパスタもやっぱり気になっちゃいますよね、こう見てると。そうですね、うん、そうだから皆さんリピーターが多い、で平日限定の1300円もあるんで、その一つ上の2400円コースとかになると前菜もちょっと豪華になって、だからちょっと隣の人何食べてるのかなってこう気になっちゃう。確かにね、で次はあれで行こうみたいなね、そんなあの毎日変わるこうパスタの種類っていうのもいいかもしれません、はい、さあ今回のですねお店パオロさんですが、決まったメニューというのはなくて黒板メニューになります、うん、上田さんが一番美味しくその日にいただけるパスタを提供してくれます、で今回ですね冷製パスタご紹介しましたが、まあ、今日に合わせて冷製パスタ登場します。でもあの出ない日もあるかもしれませんので、事前にインスタグラムなどでもチェックしてください、はい、またですねお店のご予約は、まあ、11時半12時半でこうスタートがみんな一斉に決まってるので、ぜひぜひご予約もお願いいたします、はい、では改めてお店のおさらいです。イタリアンのお店パオロさんは西茶屋街から道を一本挟んだ白菊町にあります。その時々で一番おいしいお料理を出しますので、決まったメニューはありませんが、もうその日の黒板メニューで楽しんでください。ぜひ行く前に電話でご予約をお願いいたします。ぜひ冷たいパスタも食べてくださいね。以上エリスグルメでした。